2大会連続の金メダルを狙いたい。これはセンター、これはうまくいきましたね。完璧なる形を作りました。ベネディックがよく振ってパスを出して頭を下めてうまく来ました。センターフォワードのシュタインメッツが難なくゴールを決めました。5対3、ハンガリーリード、2点になりました。こういった華麗なパスがハンガリーの持ち味ですね、はい、しかもループシュートも見事に決まりました。ゴールの正面のところでの激しい攻防で、このセンターフォワードにボールが渡りますと得点確率というのはかなり高いですね。そうです。